新鎖山駅前郵便局の黒沢孝光と申しますはい、同じく新鎖山駅前郵便局局長の立石でございますよろしくお願いしますえ、さて本日は特殊詐欺被害未然防止の功労としての感謝状の贈呈が行われました、えー、黒沢さんにまずお伺いしたいんですけれども改めてどういう状況だったのか教えていただけますでしょうかそうですね、えー、お客様がすごく焦ってらっしゃって お金をすぐ下ろしたいということでいらっしゃいまして、もうピンときまして、これは間違いないだろうと思いましたこれはもうすぐにその特殊詐欺被害を疑ったとそうですね、はい、でその後は、えー、具体的にどのような行動を取っていったんでしょうかそうですね、まずお客様に一度、証明書を取りに、えー、お帰りいただいて、その間に警察に電話しようと思っていました。 そしてそのあ警察などに連絡を取ったりというようなことがあったと思うんですけれども、この特殊詐欺被害が疑われるという状況になって、そのお客様はどのようなリアクションだったか、覚えていらっしゃいますかそうですね、その時はやはりすぐには騙されたことには気づいていらっしゃらなくで、警察の方がいらっしゃっていただいて、えー、説得していただいて、初めてそこで気づいたという感じでしたね。 今回は水際で防ぐこともできたということになるわけなんですけれども、えっと、黒澤さんがこういう状況になったときに心がけていることですとか、そういったことありましたら、教えていただけますでしょうかそうですねあの、お客様にはすごくお手間かけてしまうんですけれども、えー、狭山警察署さんから頂い,いている、えー、アンケートに答えていただいて、えー、間違いないかということを一つ一つ確認しながら、お客様対応しています。 ありがとうございます。では局長の立志さんにもお伺いしたいんですけれども、はいえー、このような特殊詐欺が疑われるような状況になったときに、どのような対応を取るように指導しているか、お客様にはどういうふうにお伝えしているか、そういったところを教えていただけますでしょうか。はいえー、振り込み詐欺、始まった当初はあの慌ててこられる方が、やっぱり危ないなと。 そういった方々にお声をかけさせていただいていたんですが、最近はあの落ち着いて来られる方も多くてです、ね、あの普通に払い戻しをされるような形で、えー、いらっしゃる方に対してもです、ねえー、高額であったりとか、あとは急なご利用であったりとかいう形であればです、ねえー、しっかりと内容を確認して、えー、お客様のためにです、ねえー、しっかりと払い戻しを、手続きを取るようにと。 ということで社員にも指導しておりりまますすありがとうございますでは最後にお2人にお伺いいたしますが、えー、市民の皆さんにメッセージをいただけますでしょうか、ではまず黒沢さんからお願いいたしますそうですでね、えー、コロナ禍でなかなか、えー、親戚等もお会いできないときだと思うんですけれども、やはり家族の関係も密に連絡を取っていただいた方が、こういう詐欺被害も減るかなと思います。 うん、私の方もあのしっかり、えー、お客様の大切な財産をお守りしたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。では、局長の立石さんお願いいたします、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と地元の企業の皆様にご協力をいただきまして、えー、毎年郵便、あの年賀はがきを使いました。ですね。振込詐欺被害の防止の pr をさせていただいております。こちらを活用した。 活動とか、ですねあと窓口の声かけをさせていただいてますが、依然としてもなかなか減少することがない、こういった状況で、ですね、えー、ぜひあの私だけは大丈夫と思い込まわずにあの、家族とかあのご近所の方とか、ちょっとご相談していただくのも一つ手かなと思いますので、ぜひあのご協力よろしくお願いいたします。